ヤクルトファンの聖地、村神様のホームラン祈願ができる総領寺に行ってみた。そうです、なんと村上宗隆選手と同じ感じのお寺、神奈川県川崎市高津区にあって、ヤクルトの高津監督と同じ名前の地名にあるのも聖地感たらしめてる。人は善根はなぜ、人は善根をなぜなせば必ず栄う。地球の言葉はなかなか難しいですね。それでは早速参拝。靴を脱いでお堂に上がると、まるで村上選手がホームランを打つ前の静けさと安心感。お賽銭は村上選手の背番号にちなんで55円で。しっかり村上選手の活躍を祈願しました。そして人気の御朱印には、5打席連続本塁打、最年少三冠王、2年連続最優秀選手。つば九郎先輩もお出迎えしてくれるので、みんなもぜひ行ってみてね。